日産モータースポーツインターナショナル株式会社は、日産自動車の連結子会社で、モータースポーツ向け自動車部品の設計、製造、販売、レースへの参加などを行う会社。通称、愛称はニスモ。主に日産車をベースに改造を施し販売を行うほか、独自のオーダーにも対処してくれる。1984年に、日産のワークスチームの一つである。 大森ワークスを母体に設立された。2013年1月をもって本社を東京都品川区から神奈川県横浜市鶴見区に移転した。もともと日産車内のワークスチームが分社化する形で設立されているため、設立当初から積極的にレース活動を行っている。過去にはルマン24時間レースなどの海外のレースや国内レースの全日本スポーツプロトタイプカー。 第久選手権全日本ツーリングカー選手権、全日本 GT 選手権スーパー GT などに参戦。数多くのタイトルを獲得している。1986年から1990年はグループ C 車両。1995年から1998年は LMGT1 クラス車両。1999年は LMP1 クラス車両による参戦。 参戦はすべてグループ C 車両。参戦はグループ A 車両及びグループ N 車両。主に GT500 クラスに参戦。2003年までは R32R34 型、スカイライン GT-R で参戦していたが、GT-R の販売終了に伴い、2004年よりベース車両を Z33 型フェアレディ Z に変更している。2007年から日産勢は、 伝統のツインターボエンジンに別れを告げ、新たに同社のフーガに搭載されている VK45 でエンジンを使用している。2008年からは GT-R の復活に合わせて、再度 GT-R での参戦を開始した。ニスモはレースでの経験、技術を活かした市販車用のパーツ類も製造、販売している。またそれらを利用して、車両トータルのチューンアップを施した。 コンプリートカーも販売している。2013年からは、親会社である日産との協業で、ニスモブランド拡大戦略を発表した。これまでのメーカー直系のサードパーティから、日産本体の正式なサブブランドとして位置づけを変更。ニスモの高性能を、日産純正品質で保証したモデルとして開発し、順次各モデルに展開している。販売戦略も、 日本国内の強化とともに本格的グローバル展開を図っている。また2013年6月には、海一のウィリアムズチームの関連会社である、ウィリアムズ・アドバンスド・エンジニアリングとの提携を発表した。2014年より、順次日産車ベースの高性能を市販車を共同開発、リリースしていくとしている。2017年5月には、コンプリートカーの企画開発を オーテックジャパンに新設したニスモカーズ事業部に統合。マーケティング機能も備え、国内外のグローバル戦略の拠点となる。ニスモバーションとして、ロードカーを足回りや内外装、マフラー、ホイールのほか、グレードによっては、吸排気系、コンピューター、駅にまで手が加えられ販売されている。オーテックジャパンが一貫して仮装を手掛ける。GT、R、フェアレディ Z。 ジューク、ノート、マーチ、リーフ、セレナ、パトロール、セントラに設定されている。2017年11月24日に日産がニスモのラインナップを充実させるとともに新たなるスポーティサブブランドとしてオーテックをラインナップとして展開することを発表した。これにより今後はピュアスポーツ志向のニスモ、プレミアムスポーティー志向のオーテックの日本立てで展開していくことになる。 S チューンは各車種向けライトチューンの総称。設定車種も多岐にわたり、マーチからエルグランドまで幅広くカバーしている。R チューンはタービン交換、ヘッドチューンも含む本格的な改造の総称。S チューンに比べ対象車種が限定されている。Z チューン車両の総合バランスを確保しつつ、ロードゴーイングカーとして世界トップクラスの速さと耐久性を目標に行われる。 大がかりな改造の総称。S-Tune、R-Tune に比べ対象車種がさらに限定されている。1996年に発表された B14 型サニーをベースとしたコンプリートカーで B14 型サニーの j t c c 3 0 0 0記念モデルとして企画された。車名は最大出力である 180PES に由来、走行可能なプロトタイプ1台のみ存在する。 未発売に終わったが、搭載されていたエンジンとミッションはさらに見直され、同年発売の B14 型ルキノクーペ及び、N15 型パルサーセリエをベースとした、オーテックバージョンに搭載された、SR20 で改良型として発売された。青いヘッドカバーの SR20 でファインチューニング版を搭載。ニスモ製強化サスペンションと15インチのアルミホイールを装着。エクステリアには、 ニスモ製アロパーツを装着。S14 型シルビアケースをベースとした市販コンプリートカー第一弾でニスモ創立10周年記念モデルとして企画された。社名は最大出力である2 7 0 p s に由来。車両開発にはレーシングドライバーの木下隆之が関与していた。ボディカラーはスーパーブラックのみ。 限定30台で販売されたが、実際には32台を生産した。ノーマルで 220PS を発生する SR20、デッドを、さらにチューニングして搭載。ニスモ製強化サスペンションと16インチアルミホイールを装着。ニスモ製エアロパーツを装着。リアサイドのストロボタイプの車名入りストライプが特徴。GT-RLM1995 年、日産が、 R33 型スカイライン GT-R で、ルマン24時間レースへ参戦するために1台のみ製作されたロードゴーイングマシンである。当時、ルマン24時間耐久レースの規定によって必ず1台以上ベース車両を登録しなければならなかったため、ホモロゲーション取得用の1台のみ製造され、イギリスで登録された。同一車種の中に4ドアが存在する車両は、 エントリーから除外するという規定をクリアするために独立車種として製作されたという経緯を持ち、歴代 GT-R としては初めてスカイラインを名乗らない GT-R となった。RB26 デッドをベースに、総排気量を 2800cc に拡大。他に排気系などを変更し、約 300PS を発揮する。4WD システムは撤去され、FR に改造されている。 サスペンションはマルチリンク式からダブルウィッシュボーン式に変更された。前後のトレッドもレース仕様と同様に大幅な拡大が行われている。ルマン出場用フルエアロ。ボディカラーは暗いハンコタクシルバー。テールライトなど透過類はイギリス国内の法規定に準拠したものを採用。前後ホイールハウスも拡大されている。以前はプリンススカイラインミュージアムや ニスモのイベント等で展示されていたが、現在は日産のザマ記念車庫に保管されている。R33 型スカイライン GT-R をベースとした市販コンプリートカー第2弾。車名は最大出力である 400PS に由来。販売価格1200万円。限定99台で発売。実際には55台を生産した。2ドアクーペベースの他に4ドアの GT-R。R オーテックバージョン 40th a n n i v e r ベースのものがごく少数存在する。RB26 デッドをベースに、日産後期製ストロークアップクランク仕様により 2800cc まで排気量をアップし、N1 仕様メタル製大型タービン装着や、インタークーラーの大型化、メタルヘッドガスケット装着、専用液への変更等のチューニングを施した専用エンジン。 RBXGT2 を搭載。オイルクーラーを水冷式から空冷式に改め、冷却性能をアップするなど、内部から周辺パーツまで大きく手が入れられていた。交渉スペックは、最大出力 400PS、6800rpm、最大トルク 47.8kgm、4400rpm だった。フロントのホイールオフセット変更。 ビルシュタイン車製サスペンション装着、強化ブッシュの採用、ホイールが 9JJ17 インチから 10JJ18 インチへ変更されるなど、出力の大幅アップに耐えられるよう強化されていた。ブレーキパッドは、ミスモ製強化タイプを装着、カーボン製、プロペラシャフトとツインプレートクラッチを装着、専用の GT カータイプボンネットを装着。また、 円形のオーバーフェンダーを装着し、車服を左右方向にそれぞれ 50mm ずつ拡大していた。ニスモ製エアロパーツを標準で装着。また、エンブレムには専用の 400R オーナメントが使用されていた。専用の 400R ロゴ入り時速 320km メーターを装着。ニスモのネームシュー付け GT-R タイプモノフォルムシートが装着され、それに合わせて、 リアシートや内装生地が変更されていた。日産で初めてディスチャージヘッドランプを装着した車両であり、装着されていたパーツの一部は、後に R33 型 GT-R 用等として市販された。R34 型スカイライン GT-RV、スペックをベースとした市販コンプリートカー。ニスも創立20周年アニバーサリー記念モデルである。 販売価格1774.5万円。限定20台で実際には19台が生産、販売された。ニスモが厳選した程度の良い中古車を使用し、エンジン本体はもちろん、ボディをフルストリップ化した後、各所を補強するというレース車両同様の製作工程を熟練工によるハンドメイドで行っていたスペシャルモデルである。購入後、1年または、 走行距離1万キロメートルの保証がついていた。また、オーナー車の持ち込みコンプリートカー製作も行っていた。ただし、カラーはベース車両のままでハードコートもされなくなる。また、ミッドナイトパープル色の受付は行われなかった。RB26 デッドをベースに 2800cc まで排気量をアップ。GT タイプのエンジンブロック、クランクシャフト、 コンロッドと専用のカムシャフト、ピストン、インテークコレクター、IHI 射製ボールベアリング式ターボチャージャー、液等が装着され、各部を研磨、バランス取りされたパーツで組まれた RB26 デッドカイゼット2エンジンを搭載していた。交渉スペックは、最大出力3 6 8キロワット、最大トルク540ナノメートル以上だった。マフラーには、 チタン性が装着されていた。また、空冷式、ツインオイルクーラーや、アルミ製大型ラジエーター、大型インタークーラーを装着し、冷却性能もアップされている。RB26 デッドカイゼット2エンジンは、製作された20機すべてにシリアルナンバーが設定されており、ニスモが将来にわたってデータ管理することを約束している。ドア開口部をスポット溶接増しし、 一部パネルをドライカーボン接着、点込みにより補強。また、CFRP 製のフロントバンパー、フロントブリスターフェンダー、アウトレット付きボンネット等のエアロダイナミクスパーツを装着し、軽量、光合成化が図られた。これにより、サーキットでの過大な入力にも対処している。サクス社製の専用車高調整式サスペンションを装着。 ブレーキは前後ブレンボ車製の専用強化品が採用され、フロントにモノブロック6ピストンキャリパーと同車製、ファイ 365mm の2、ピースベンチレーテッドディスク、リアに4ピストンキャリパーとキル車製、ファイ 355mm1、ピースベンチレーテッドディスクの組み合わせで装着されていた。タイヤはブリジストン製、ポテンザシリーズの265、 35R18 サイズを採用。組み合わされるホイールには、レーズ車と共同開発した、軽量単造アルミホイール、LMGT4GT500 モデルの専用サイズだった。CFRP 製、プロペラシャフトとデフオイルクラー、スパーコッパーミックスインプレートクラッチを装着。CFRP 製、ニスモエアロパーツ、リアの円形オーバーフェンダー、 LED タイプのリアコンビネーションランプ、専用エンブレムとプレートを装着。専用ボディカラーに、全塗装されている。本革と、アルカンターラとのコンビネーションタイプレーザーシート、専用ドア、サイドトリム、時速 320km フルスケールの、ホワイトメーター、データロガー&、ラップタイム計測機能とつ付け、マルチファイクションディスプレイ、SRS エアバッグ付き3本。 スポークステアリングを装着。オーナーの希望で、ブラックメーターを装着した個体も存在した。K12 型マーチのマイナーチェンジ前の3、五ドア 12C ベースの市販コンプリートカー。1200cc のプレミアムガソリン仕様、スポーツリセッティングエンジンを搭載していた。ワンメイクレース、マーチカップ出場車両をイメージして企画された。CR12 でに専用キャタライザーと、 エギゾーストシステムを採用。点火時期、混合比、吸気カム角度等をプレミアムガソリン仕様にリセッティングした液を搭載し、低中速域のトルクアップと高回転域のパワー感をアップさせている。スペックは、最大出力6 6ット 5600rpm、最大トルク1 2 1トル 3200rpm。ニスモセ、S チューンサスペンションを装着。15インチアルミホイールに1 8 5 55R1581、V サイズのブリジストン車製、ポテンザギーをタイヤ銘柄指定で装着していた。ニスモ製フロントアンダースポイラー、サイドデフレクター、ルーフスポイラー、ブラックフロントグリル、スモークタイプフロントウインカー、スモークタイプリアコンビネーションランプを装着。また、 専用エンブレムも装着していた。専用時速 220km フルスケールコンビメーターを装着。販売価格162.5から173.0万円。限定ではなく、ニスモエキスパートショップおよび同スポーツショップでの取扱車両だった。Z33 型フェアレディ Z の限定車、タイプ E ベースの市販コンプリートカー。2004年、 全日本 GT 選手権 GT500 クラスに参戦するにあたり、より戦闘力の高いレースカーにするために、ベース車両のボディ形状をロングノーズ、ロングテール化した、ホモロゲート用期間限定販売車、タイプ E に、サイドスカート、リアウィング等のニスモ製パーツを組み込んだモデル、GT500 クラス出場車両をイメージして企画された。VQ35 でに専用カムシャフト。 アルブスプリング、コンロットボルト、NECM 等を組み込んだファインチューニング版 VQ35 d S1 仕様を搭載。スペックは最大出力 221kW 6400rpm、最大トルク 363nm 4400rpm だった。排気システムも見直され、スポーツキャタライザーとロングテール車専用のベルギナマフラーを採用していた。 ニスモ製 S、チューンサスペンションを装着。また、ブレーキに、ブレンボ社製アルミ対抗型キャリパーと 355mm の体型ディスクローターを組み合わせ、S、チューンブレーキパッドと合わせて制動力をアップしていた。19インチの単造アルミホイールに、ブリジストン製ポテンザ S-03 ポールポジションを、タイヤ銘柄指定で装着していた。ベース車の専用ロングノーズ。 ロングデール、サイドフィニッシャーに加えて、ニスモ製サイドスカートと、角度調整式、リアウィングを装着。アルカンターラ生地の専用バケットタイプスポーツシート、時速 300km フルスケールコンビメーター、アルミ製キッキングプレート、ロゴ入りアルミプレート付きフロアマットなどを装着。販売価格682.5万円。 台数限定ではなく、ニスモエキスパートショップ及び同スポーツショップでの期間、限定受注車両だった。2008年に日産との共同開発で、GT-R と GT-R スペック V の中間を保管するグレードとして発売した。競技専用車両、部品のみを開発、販売しているニスモが、直接、ロードカーを販売するのは、異例のことである。 クラブスポーツパッケージには専用のサスペンション、タイヤ、ホイール、カーボンバケットシート、シタンエキゾーストシステム、リアディフューザーが用意される。すべて装備すると価格は546万円となる。Z34 型フェアレディ Z をベースとした市販コンプリートカー。6足 MT と7足 AT の2車種が設定された。純正状態で Z34 専用に 細かなセッティングを施されている VQ37、VHR をさらにチューニングし、駅も、原車合わせを行った上で専用に書き換えている。V 型6気筒自然吸気エンジンとしては市販車、最高出力の 355PS を発生させる。車体には空力を徹底的に調査した専用のオリジナルフルエアロを装着し、ホイールもニスモ専用のものに交換されている。 足回りにもチューニングが施されており、専用サスペンションや強化スタビライザー、ヤマハ製強化ステアリングダンパーなどが装着されている。純正状態でも硬い足回りだったのに対し、さらにスパルタな仕様となったため、サーキット専用マシンなどと評された。当時は、ライバルの欧米製スポーツカーが軒並み AT へ移行していた時期と重なり、ニスモでも7速 AT 車限定レースなどを、 企画していた。2013年からは日産が介入してニスモ、統一ブランドとして発売しており、バージョンニスモは生産を終了している。2003年にポリフォニーデジタルのレーシングゲーム、グランツーリスモシリーズとコラボレーションし、思考のチューニングカーをコンセプトとして生み出した、架空のマシン。外観の変更点は、S チューン仕様のエアロとボンネットダクトに止まるが、各部の軽量化。 エンジンチューンにより、最高出力は 400PS、車両重量は 1250kg となった。ニスモブランドを冠した自動車部品、自動車関連アクセサリーグッズを発売しているほか、エンジンやミッション足回りのチューニング作業や、エンジンのコンディションを新車状態に近づける、セッティング作業などのサービスメニューの提供、製造廃止により供給されなくなっていた。 旧型車の純正部品の復刻生産を柱とする、ニスモヘリテージパーツの販売を行う。毎年1回、ファン感謝デーとして、ニスモフェスティバルを開催している。歴代のレーシングカー等が実際に走行するほか、ガレージセール、限定グッズ販売、Z チューニングカーバトル、マーチカップ、歴代レーシングカー全開バトル、歴代ニスモコンプリートカーパレード等が行われている。 ニスモフェスティバル2005では R380、R381、R382 に加え、トヨタニュー7ナナがデモ走行を行い、1960年代の日本グランプリに参加していたプロトタイプレーシングカーが揃い踏みした。ニスモフェスティバル2006では幻のマシンと言われた R383 が初めて一般の観客の前に登場し、 ハセミ・マサヒロがドライブした。ニスモフェスティバル2007では、新型日産 GT-R のテストカーと、スーパー耐久仕様フェアレディ Z と例200加速、ブレーキ制動力対決が行われた。他にも、2008年から、スーパー GT に参戦予定の GT-R が、走行した。スーパー戦隊シリーズのエンジン戦隊ゴーオンジャーでは、ゴーオンレッドが加入前に所属していた。 レーシングチームのテスト走行シーンにザナビモチュールにスモスが当時所属していた元山明選手と共に登場した。ありがとうございます。